最強戦見たかね、みんな。あの熱戦、あのソルダさんのね、最後モッティがパーワンとスーワン押してきたけど怪しいと、そんなことあるかねと怪しみ、なんとね、すごいよこれは。いやー、すごい戦いだった、マジで。僕は感動したね。あれはね、分かっててもなかなか伏せれないよ。分かってんだよ、怪しいと。心ではね、心で怪しいと思いながらもなかなか伏せることはできないんだよ。うん、すごいよね。いやでもね、あのそのけんさんのやつはね、あれ伏せる人多いのかなって言ってる人いるけど、あれ正直伏せれないよ、マジで。あれね、本当に伏せれないから。なぜかというと、伏せたら相手張ってたら負けで、開いたとするじゃん、相手脳天じゃん。相手脳天だとしたらさ、結局8000点差ぐらいになるから、別に開いても自玉結構有利だから、分かってても伏せれないんだよね。いや、あれはね、マジでね、僕もやってたら絶対疑うのよ。こいつ張ってないんじゃないかと。でも張ってる可能性が全然あるから、やっぱ開けちゃうんだよね。よく伏せた。あの、モッティのノータイムすぎる数ワン切りに違和感感じ取ったんだろうな。うん。モッティ側も難しいけどね、あれ。迷って切ったら怪しいし、早すぎても怪しいし、もうどないせえっちゅうねん、みたいなね。うん。なんで伏せれないかの一番の要因はね、あの、テンパイって言っても自玉がね、かなり有利なオーラスできるってことですね。一方、伏せて相手が張ってたらその瞬間終わっちゃうから、うん。そういう意味でできないことが多いんだけど、よくやったね、そのけんさん、本当に。あれはかっこいいと言わざるを得ない。宮島さん、堀さん伏せそう、ナイスパレードは。堀さんは、これはもう誓ってもいいけど、絶対開けるね。堀さんは絶対開ける。うん、ただ本当に読みの真髄の名にふさわしい最終局だったね。あの状況、渋川さん伏せますか？僕は伏せれないな。伏せれない。4000点差なら伏せれない。もっと近かったら、例えば200点差とかなら伏せれる可能性はあるけど、4000点差だと伏せれないな。近い方が伏せる。そう。だって近ければ近いほどさ、自局に開く点差も変わるから、この局で決めるリターンが大きくなるわけよ。うん。そりゃ今日協会の A1 リーグ見てたら、下井茂樹、うちでよく高評価お願いしますっていう下井茂樹が、トーン一曲、チーホーって言ってたね。マジで、ずるい。本当にずるい。心からずるい。うん。心からずるい。もう腕も何もない。ずるい。とにかく。M リーグだと、これでね、UFO 一生分がもらえますからね。しかも世界一街の悪いチーホー積もってたからね。ドラ3品の2品短期積もってたからね。ドラ3品の2品短期、ドラ表に2品ある自分2品短期積もってたから、世界一の、うん、世界一悪い地方チャンス積もってたよ。あれで8000、1万6000だもんな。あれ積もんなかったらダブリーのみだからね。うん。放送対局で天保地方って下地さんやばすぎて、天保は食らった側だからね。なんか勘違いしてる人いる可能性あるけど、天保は食らった側なんで、ええ。あ、鳥丸さんだ。高評価おじさん、チーホーおめでとうございます。ナイマルさん、ありがとうございます。チーホー、本当にね、おめでとうだよね。僕まだ天保チーホー一回もやったことないからね、競技とかじゃなくて人生で。競技麻雀でやったことないとかじゃなくて、もう、人生単位でやったことないんで。チーホー積もられてさ、親は1万6000払ってさ、子は8000払うの高すぎるよな。それは納得いかないよね。もう、その席に座っただけで、そんなひどいってなるよね。しかもさ、トーン一曲だからさ、もう席替えで誰がどの席に行くかで変わってたから、うん、もう最初の席決めの運を呪うよね、本当に。